日本ですこのチャンネルでは日本のいろんなところに行って動画を撮影しているんですけどチャンネルの視聴者の方ほとんどの方は海外の方なので地名ととかを言われてもあんまりピンとこないいと思いますなので今日は日本の地理についいててざっくり紹介していきますこれがさっき一瞬で描いた地図なんでちょっと細かい島とか半島は描けてないんですけどこっち側が日本海側です。 こっちは冬になると雪がすごい降ります。反対側は太平洋側で、こっち側はあんまり雪は降りません。北に行けば行くほどすっごい寒くなって、この北海道とかはマイナス十何度の世界なので、めちゃくちゃ寒いです。で、下に行けば行くほど、南に行けば行くほど暖かいです。ちょっと地図にはかけてないんですけど、この辺かなこの辺に沖縄があって、沖縄とかは冬でも15度以上になるので、 とっても暖かいです。じゃあ早速一番北の北海道から始めていきましょう。北海道です。北海道は都道府県の中で一番大きくて、で一番北にあるのでめちゃくちゃ寒いですで。有名なので言うとご飯がすごい美味しいことで有名です。特に海鮮が人気ですね。であとは自然もすごく豊かです。 有名なので言うと知床と,とか聞いたことありますかね皆さんすごい有名なところがたくさんありますじゃあ次北海道のすぐ下の東北東北も北の方にあるので寒いですすごく寒いですでこの北の方は鉛がすごい強いので日本人の私でも聞き取れない人がいるイメージがありますでは青森から行きます 青森はりんごがすごく有名なのとあとは大間のマグロが有名ですあとはねぶた祭りっていうお祭りがあって私青森行った時にネブタの博物館に行ったんですよそこでねぶた見たらめちゃくちゃ感動しちゃって本物のお祭りで見たいなってすごい思ってますまたお祭りの時期に行きたいです次は岩手県です。岩手県県は都道府県の中でで番目に大きいところで 有名なので言うとわんこそばとかあとは盛岡冷麺がすごい有名ですで。あとはアメリカの人は知ってるかもしれないんですけど野球の大谷翔平選手の出身地でもあります。次は宮城県です。宮城県はずんだとか笹釜あと最近だと牛タンがすごい大人気です。美味しいものたくさん。で観光地で言うと松島とか あとはは祭りもすす。ごい有名です次は秋田県秋田県は秋田犬が有名だったりあとは関東祭りっていうちょっとこういうお祭り私行った時にやったんですけど関東祭りとかあとは大曲の花火大会っていうのがあって日本三大花火のうちの一つのすっごい大きい花火大会が有名です。 で秋田美人っていう言葉もあるぐらい美人さんが多いイメージが持たれている県でもあります次は山形県山形県はさくらんぼが特に有名なんですけどフルーツ大国ですフルーツ狩りがたくさん楽しめますあとは観光地で言うと蔵王っていう場所があってそこは温泉とかスキー場とかもう冬に行ったら最高なものがたくさん集まってます東北最後は福島県です福島県は 結構私もよく行くんですけど観光できる場所もたくさんあって大内宿とかハワイアンズとか五色沼あとは藍津若松阿武隈道とかも有名です食べ物で言うと北方ラーメンとか人気ですね次は関東です関東は東京がある地域なんですけど東京以外の県に住んでる人でも東京に通う人が結構多いです 日本には魅力ロランキングっていうのがあって47都道府県で毎年ランキング化されるんですけどこの北関東は毎年ランキング最下位を争っていますじゃあ去年の魅力ロランキング最下位の茨城から行きましょう茨城県は動画でも紹介してるんですけど国営ひたち海浜公園あとは筑波山あとは納豆もすごく有名です で他にもさっきちょっと紹介した日本三大花火の一つがここの茨城県の土浦っていうところで行われますであとは日本三大庭園のうちの一つ快楽園も茨城県にあります魅力のランキング最下位っていうけど私結構好きでよく行くんですよ。いっぱい魅力があるのでね魅力的なんですけどねなんででしょう次は栃木県 栃木県は日光とかあとは宇都宮餃子とかもすごい有名なんですけど個人的によく行くのは足利フラワーパークとかあとは那須っていうところとかが好きです。では次群馬県群馬県は温泉がすごく有名で動画で行った伊香保温泉とかあとは草津温泉っていうところがあってすごく人気です。 食べ物で言うと水沢うどんとか下仁田ネギっていうのがすごく有名です。じゃあ次は埼玉県です。埼玉県は動画でも言ったんですけど川越とか東武動物公園っていうところがあります。で、日本で一番大きいショッピングモールのレイクタウンっていうのも埼玉にあります。あとはアニメのクレヨンしんちゃんの舞台にもなってる場所です。埼玉。 次は私の出身地、千葉県です。千葉県は私の大好きなディズニーリゾートとか、あとは日本の玄関口の成田空港もあります。で、落花生がすごい有名なんですよ。今日はなんとスペシャルゲストにお越しいただきました。みそピーです。皆さん、みそピーは食べたことありますかこれ私結構全国区の食べ物だと思ってたんですけど、 意外と千葉県とか茨城県でしか食べられないらしくて、ぜひ今日は紹介したいなと思って味噌ピーを持ってきました。いつもはお家で作るので売ってるやつを食べるのは初めてなんですけど、今日は味噌ピーを食べていきます。じゃあちょっと開封します。買ったやつ初めてワクワク。お家で作るのはお味噌もお家で作ったお味噌で。 ピーラッカセイに絡ませてあとお砂糖とかで甘い感じになります全然開かないなそう味噌ピーは甘い結構甘い食べ物味噌とこれがどうなのかは分かんないけど砂糖とあと何入ってるのかはちょっと聞いてみますじゃじゃーんあなんかすごい 見た目なんかちょっと怪しい見た目ですねまあ大丈夫美味しいから分かんないこれ美味しいか分かんない食べたことないやつだからまあきっと美味しいでしょうではいただきますこういう感じで落花生の周りに味噌がこんな感じです味噌。 ではいただきますうん結構家のと違った味ですなんかベースはもちろん一緒なんだけどお家のやつの方が味噌っていう感じが強いなんかこれ甘みがすごい強いあうんえけど美味しいです 味噌ピーっておやつなのかご飯のお供なのかちょっとわかんないんですけどうちは結構ご飯の時に同時に置いてあったりしますうんどっちなんですかねでもご飯の上に乗せて食べるのもすごいおいしいんですよ甘いけどすごいマッチするしでもおやつとしても最高ですどっちが正しいんですかねちょっと他の千葉県民の方どういう感じですかいるかな千葉県民教えてください ごちそうさまでした。美味しかったです。次は東京都です。もう東京は言わなくても皆さん知ってるかと思うんですけど、都会のイメージありますよね。でも動画でも前紹介したんですけど、こっちの方に、こっちの方に行くと青梅とか、あと奥多摩とかっていう自然も結構あるのでおすすめです。次、神奈川。神奈川は横浜とか、あとは鎌倉。 あと中華街とかビーチがすごい有名なんですけど横浜の人は出身地聞かれた時にもう神奈川って言わずに横浜みたいな感じで言うイメージがあります結構プライド高いんですかねきっと、うん、じゃあ次は中部地方中部地方は富士山もあって比較的標高が高い地域ですじゃあ一番最初に新潟県からいきます 新潟県はお米がすごい有名なのと、あとはスキー場もたくさんあります。ウィンタースポーツが人気ですで。あとはさっきから出ている日本三大花火大会のうちの一つ、長岡の花火大会もやっててすごく有名です。次、富山県。富山県は黒部峡谷っていうところがすごい有名です。おっきいダムがあります。黒部ダム。あとは雪の大谷って言って、雪がブワーって。 なってるところの間をバスが通るっていうのが、景色がすごい有名です。次は石川県です。石川県は金沢っていうところがすごい有名で、金沢、県六園。日本三大庭園のうちの一つの県六園があったり、あとは金箔もすごい有名です。次は福井県。福井県は東神坊っていう崖。海のところにある崖が有名で、 あとは恐竜とか越前蟹っていう蟹がすごい有名です。次は山梨県です。山梨県は富士急とか河口湖がすごい有名なんですけど、あとは葡萄とかワインもすごく有名です。次は長野県です。長野県は標高が高いので避暑地の軽井沢っていうところとかもあります。で、あとは自然がすごく豊かですね。で、 今上高地っていうところにすごい私行きたくて注目スポットですあとは松本城も有名です次は岐阜県です岐阜県は飛騨高山っていうところがすごい有名で飛騨牛もすごい人気ですであとは白川郷っていう場所があってそこがすごい有名ですね次は静岡県です静岡県は山梨とまたいでるんですけど 山梨と静岡をまたいでるんですけど、富士山があります。で、あとは緑茶がすごく有名だったり。あと熱海っていう温泉地も有名ですね。で、個人的には伊豆っていうところがすごく好きで、よく旅行で行きます。中部、最後は愛知県です。愛知県はもう、あの、皆さんもご存知かと思うんですけど、トヨタの本社があります。で、日本三大都市の名古屋もあります。名古屋は。 お城とかあとはテムスとかかああははいろんんななもの有名なものの有名たくさんありますす次は近畿地方です東京は関東でこっちは関西って呼ばれます。で京都とか大阪みたいなすごい有名な都市もありますで。結構関東対関西みたいな感じでお笑いバトルみたいなとかもあったり結構バチバチしてる部分もあります。じゃあ三重県から。 三重県は伊勢神宮が有名です。で結構海外の方って神戸ビーフって有名だと思うんですけど日本ではここの三重県の松阪牛が高級和牛の代名詞って言われるぐらいめちゃくちゃ有名です。次は滋賀県です。滋賀県は日本で一番大きい琵琶湖っていう湖がすごい有名なんですけど結構もうほぼ琵琶湖じゃんってよく言われます。 でも、琵琶湖の面積は県の大体6分の1ぐらいの大きさです。まあ、広いですね、でもで。あとは彦根城っていうお城もすごい有名です。次は京都府です。もう、めちゃくちゃ有名なんで皆さんご存知かと思うんですけど、たくさんお寺とか神社があります。じゃあ次。大阪府。大阪は東京に次ぐ大都市です。で、動画でも紹介したんですけど、 たこ焼きとか串カツがすごい食べ物では有名であとは通天閣とか大阪城も有名です次は兵庫県です神戸っていう都市がすごい有名で皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど神戸牛、神戸ビーフが有名ですあとは姫路城もすごい有名です次は奈良県です奈良県は鹿がたくさんいるのがすごい有名です あとは東大寺っていうお寺があってそこも有名です。なんで結構修学旅行の定番の行き先になってます。近畿地方最後は和歌山県です。和歌山県は金剛武士っていうところが有名だったり、あとは有田美館もすごい有名です。で、熊野古道っていうのがあって、奈良、三重、大阪、和歌山をまたがってるんですけど、そこもすごく有名です。次は、中国地方。 中国地方は日本海側と太平洋側に分けて山陰と山陽って呼ばれてます。で、山は山。で、あとは陰、陰と陽は影と日向ですね。はい。で、陰の方はスタバとかもできるのが最後だったりとか結構田舎のイメージがあるので自虐ネタに走ってる部分もあります。じゃあ、陰の方の右側から行きます。 鳥取県鳥取県は鳥取砂丘とか大山っていう山が有名ですで「ゲイの鬼太郎」とか「名探偵コナン」の作者さんの出身地でもありますで結構自虐に走ってるところが多いからどんなとこなんだろうなと思ってたんですけど旅行で行ってみたらめちゃくちゃ楽しくてすごい良かったです行って次は島根県です 島根県は出雲大社っていうところがあって日本の中では一番有名な縁結びのスポットです。であとは松江城っていうお城も有名です。次は岡山県です。岡山県はさっきから出ている日本三大庭園のうちの一つがあります。後楽園っていう場所があります。有名です。であとは倉敷の美観地区っていうのがすごく有名です。綺麗な町並みが広がってます。 で桃太郎もすすごい有名です次は広島県です広島県は厳島神社とかあとは平和記念公園もすごく有名ですねで食べ物だとお好み焼きがすごい有名だったりあとは牡蠣とかもみじまんじゅうもめっちゃ美味しいです有名中国地方最後は山口県です山口県はふぐがすごい有名です あとは錦帯橋とか関門海峡とかあとは下関っていう場所もすごく有名です次は四国地方です四国地方では四国にある88箇所のお寺を回るお遍路っていうのがすごく有名ですでそのお遍路してる人に優しく、まあ、おもてなしするお接待っていう文化もありますじゃあ最初は徳島 徳島県は阿波踊りっていうお祭りが有名です。こういうやつが有名です。であとは鳴門海峡っていう海峡の渦潮がすごく有名です。次は香川県。香川県はうどんとかオリーブがすごく有名で動画でも撮影してきたのでぜひ見てみてください。日本の中で一番小さい県です。次は 愛媛県です。愛媛県はみかんがすごく有名で、あとは今治タオルも有名です。で、道後温泉っていう温泉があって、日本で一番古い温泉で、3000年の歴史があります。次四国最後は高知県です。高知県はカツオがすごく有名です。あとはよさこい祭りっていうすごく有名なお祭りもあります。次は、九州 九州は日本の南にあるので、すごく温暖な気候です。で、火山がたくさんあるイメージがあります。では最初に、福岡県。福岡県はご飯がすっごい美味しいイメージがあって、ラーメンとか水炊き、もつ鍋、たくさん美味しいものがあります。あとは、太宰府天満宮っていうのがすごく有名です。次は、佐賀県です。佐賀県には、 あの日本の義務教育で絶対習う吉野ヶ里遺跡っていう大きい遺跡があってそこがすごく有名です。あとは有田焼っていう焼き物が有名です。次は長崎県です。長崎県は島が多いイメージです。軍艦島とか。であとはカステナとかチャンポンっていう美味しい食べ物がありますで。昔日本が鎖国していた時、ここの長崎の 出島っていうところで海外と貿易をしてました。鎖国中でも。次は熊本県です。熊本県は熊ンっていうご当地のゆるキャラがすごい有名で、あとは熊本城っていうお城も有名です。あとは阿蘇山っていう火山もあります。次は大分県です。大分県は温泉がすごく有名です。 ユフインとかベップっていうところが特に有名です次は宮崎県です宮崎県は宮崎牛が有名だったりあとはマンゴーがすごい有名ですめちゃくちゃ高い高級マンゴーがあります次は鹿児島県です鹿児島県は桜島とか屋久島とかあとは奄美大島ここにかけてないんですけど奄美大島がすごく有名です あとはさつまいもお芋がすごい有名ですで種子島っていうところでジャクサのロケットを打ち上げてますでは最後沖縄県もう私は本当に沖縄が大好きでよく旅行で行きますで沖縄は海がとっても綺麗ですあとはご飯もすっごい美味しいもうサーターアンダギーとかドーナツみたいなやつ それからあとは、葬儀そばとか、もずくの天ぷらとか、もういろんな美味しいものがたくさんあります。で、今年、旅行一発目は沖縄に行ってきます。楽しみです。早く行きたい。以上、47都道府県でした。まだ動画の中では行けていないところもあるので、これからもどんどん行きたいと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。